この中でもやってる方ってどれぐらいいらっしゃるんですか？ああでもパラパラといらっしゃいますね。いわゆるそのゲットできたんですか？ゲットできました。あでもちょっとレベルは低いやつですかね。レベルが低い、なんかあんまりレアキャラクターみたいな、なんかニュースでピカチュウとか言ってるじゃないですか。はいはい。そういうのはまだ出会ってないです。あそういうもんなんだ。はい、よく見るポケモン。あそうなんですね、ですね。はい。まあゲットって言えばゲットで、僕もこれちょっと今日ゲットしてきたんだけど、あ夏の龍神祭のタオルですね。龍神祭バージョンのタオル、これいいでしょう。あの3回の裏終了時の、バズーカタイムの中身がこれですので、受け取られた方ね、楽しみにしておいてくださいということで、はい、まあちょっと確率はね少ないかもしれませんけども、はい、そういったタオルもあるよっていう話です。さてさて、まあ、リッキーというと、はい、いつも僕がねあの髪型の話をね、はい、するんですけども、はい、今日は何ですか？何どうしたの？何なんかあった？初の置いてきぼりですね。とうとう DD 失得情報。はい、すいません、お待たせしました。あ、そう、まあ、演出上の何かがあったので、ね、はい、なるほどね、はい、わかりました。じゃあ気にせず進めていきますよ、はい。なんだっけ、髪型。はい、うん、今日ノーマルじゃないですか？今日ノーマルです。なんでですか？今日は、まあ、昨日と一緒じゃない方がまた浴衣着るので、はい、変わるかなと思います。昨日はなんか随分編み込んでましたね。はい、あのスーパーフライみたいな感じのイメージで。 あれがいいよね、スーパーフライみたいな。いいですか？でも昨日、うん、ステージ上でなんか前の方がいいとか言いましたよね。なんか前普通の、あいいですか、皆さん聞いていただいて、前この髪型をしたら長谷川さんになんかあの前髪あの編み込んでる上がってるやつの方がいいって言われたので、今日昨日は今日ステージあるしと思って前髪を編み込んだんですよ。したらまたなんか前の方がいいねってある意味僕のために変えてくれたわけですね。はい、そうなんですけど。あそっかそっか。でもそういうなんかツンデレ感が良かったりするわけです。まあ、ね、悪くもないですね。そうですね、今日のタオルタイムもどんな愛の手が出るのかどうぞ楽しみにしててください。さてさて、ではですね、まあ最近昨日のゲームとか振り返るの辛くなってきたんですけども、いいとこ、良かったとこ振り返っていこうじゃないかと。はい、伊藤純喜投手が一軍に上がってきてナイスピッチングでしたよね。はい、素晴らしいピッチングでした。で、そんな伊藤純喜投手、はい、ある癖があるんだけども。癖ですか？気づいてます？え、わかんないです。これはどうでしょう、伊藤純喜投手を見続けてきた皆さんにとっては、まあご存知かもしれないですけども、こう投げるじゃないですか、必ず帽子を直すのね。あーでも言われたら、皆さん見てました？俺昔からすっげー気になってて、あちょっとサイズが大きいんかね、帽子のですか？必ず投げ終わったとこうやってやるんだよ。うん、やってました。そう、3年ぐらい前なんかホームラン打たれた時もこうやって振り返ってたから、ちょっと俺はこれいい癖じゃないのかなと思って気にしてたんだけども、でもやっぱそのなんだろう、カメラ目線とかそういうことを気にしてる、見てくれを気にしてるわけじゃもちろんないって昨日初めて分かった。どうしてもね、あの癖は抜けないんだよ、きっと。癖なんですよね。そう、それはね、昨日見てましたかね、セカンドゴロを打たれたシーン、ちょっとライナー気味だったかな。投げ終わった後、当然自分の横を通過する打球だから、はい、グラブでも追うんだけど、グラブ持ちながらこうやって。見てました？グラブの。これね、ちょっとね、今日もリリーフで投げるかもしれないんでね、はい、はい、ぜひ注目して見ていただきたい。見てみます。俺がやったらかっこ悪いけどさ、あの人は何でも絵になるよね。かっこいいですね。そんな伊藤純喜投手にも注目していただきたい、はい、彼がセットアッパーでね、定着してくれれば、その昔一番良かった頃の浅尾投手みたいにさ、毎日見られるイケメンって最高でしょ。ね、ね、急に女性の方がうなずいてくれてね、そうでしょうね。そのあたりも楽しみにしていただきたいなと思う次第です。はい、さあそれではですね、今日のあれいきましょうか。はい、はい、先発投手教えてください。はい、スワローズは山中投手、ドラゴンズは吉見投手で午後3時プレイボールです。はい、なんとしてもね、この悪い流れを吉見投手に断ち切ってもらいましょう。はい、サンデーからサタデーに変わりましたけどもね、ぜひドラゴンズファンの皆さん、熱い応援をよろしくお願いします。お願いします。で、今日はなんかスワローズファンの方もちらほらいらっしゃる中ですね、あのこのお時間ではいつもやってるんですよね。はい、ご家庭でできる予告先発投手対策ということで、相手ピッチャーの名前にちなんだ、まあ、物を飲んだり食べたり
するといういわゆるダジャレなんですけども、はい、ダジャレコーナーですね、はい、まあこれさっきピッチャー誰だっておっしゃいましたっけ。ピッチャーは山中投手です。はい、まあこれね前回もやったけどもちゃんと俺は手抜きはしませんよということで今回もやりました。今日はイオンじゃないです、山中で買ったヤクルトです。どうでしょうスワローズファンの方、これを飲んでね攻略していこうってことですよ、もうまた店員さんにすげえ面倒くせえ目で見られてこれ。あ、テープ貼ってください、山中のテープをこれもう存分に貼ってきたこれ。ちょっと長いですもんね。だって山中で買ったって証にならないでしょ。そうなんですよ、回転がね10時だったんでね早々に行ってきました。さあでもこれは前回の対戦でも使ったことなんで、はい、一緒になっちゃいますもんね。そう、それだけじゃ面白くないでしょ。アンダースローだから下に置いとこう、はい。アンダースローって言えばね今日ね、はい、あの CBC ラジオさんでは解説が山田久志さんらしいですよ。そんな伝説のサブマリン300勝投手の前でアンダースローが投げるってすげえプレッシャーだと思わない。ちょっと攻略させていただきますね、すみませんね。で、そろそろヤクルトの強打者たちバッターも抑えなあかんだろうということで、はい、昨日からねあのバッター編もやってるわけです。俺の小遣いどんどんなくなっていくよ。バッター編ですか。バッター編です。大引き選手っておりますよね。大引き選手いい選手ですよね。ただね昨日 の、 あの中村雄平選手のことも言いましたけども、はい、やたらドラゴンズの時だけ打ち上がったよ。マジで去年も大野投手からホームラン打ったりさ、なんかやたら打つのよ。普段2割9分2厘まあまあまずまずの数字ですわ。ただドラゴン戦になるとね3割6分4厘打つのよ。めっちゃ打つ。やめてよもう本当に。というわけで大引き選手を攻略しましょう。はい、大引き選手、はい、もう一瞬瞬殺です、瞬殺です。はい、いきますよ、せーの、はい、ワンカップ大引き、ありがとうございます。この乾いた笑いね、この時間定番でございますよ。ワンカップ大引き、これね日本酒僕飲めないけども。飲めないんですか。そうです、飲めないもんばっかり最近買ってる。ありがとうございます。というわけで今日は攻略していきたいと思います。ドラゴンズファンの皆さん、ぜひ今日も熱い応援をしていただいて勝ちましょう。今日こそ勝ちましょう、よろしくお願いします。はい、勝ちましょう。さてではここから諸々の情報をお伝えしていきます。龍神祭ですね、